皆さんは筋肉を増やしたいですよね。皆さんの中にね通常の人々とはかなり違う食事内容を自分の意思でね選んでる人も多いと思いますタンパク質だったり必須脂肪酸とか炭水化物の量ビタミン類までね全てに気を遣ってるこれは素晴らしいことですよねで冷静にそんな自分を見てみると筋肉を育てるために三大欲求の一つの食欲ねまずはそこを大きく変えてますよね食事内容で、今日はその食事についての話で。 美味しく食べないと身にならないこれを言ってたのはあのヒデタダヤマギシ彼が結構前に生放送で言ってたんだけど彼は自分の経験からそう確信してるんですで自分の食事動画とかね彼の見てると毎回美味しそうに食べてらっしゃるじゃないですかで今日はこれがしたい話で要はあなたの食トレが身になってますかってこと死んでくれたタンパク質たちに感謝して美味しく調理できてますか できるだけ美味しく食べれててますかってことねでこの1色がまた僕の筋肉になるありがとういただきますこれを1日4回でも5回でもできますかっていう、うん、もう飽きたわと思いながら詰め込んでるようなら。 ね、食べながら目の前の栄養よりスマホに集中してしまうならまずはそこを変えましょうよっていう話です私はねボディビルダーをメインに扱うある種メディアみたいな立ち位置なので自分じゃなくて筋肉をね何よりボディビルダーを見続けてます見続けて発信し続けて日本のフィットネス界のね発展も一緒に見てきたつもりこれが結構増えてきたような気がするんですやっぱ食事面でねストイックになってしまうとどうしてもで、まあ、そこでもう一度言いたい食べ物をね 鶏肉をできるだけ美味ししく食べてほいそれが一番の食トレになると、うん、少なくともこの美食の国日本でね何を食べに行っても美味しいこの国で職業ではなくて趣味として、ね、趣味としてのトレーニングを通じて豊かな人生をクリエイトしたいあなたが焼いただけ茹でただけのねパサパサな食事を水とかで流し込みながら取る必要があるんですかっていう話です美味しくいただきましょうよ ね、鶏に飽きたら鶏を美味しく調理できないのならねサーモンがあるじゃない牛肉もあるじゃない豚肉だって食べてもいいわけじゃん野菜もたっぷり入れちゃっていいわけよね不足分はサプリに頼ったっていい、うん、毎日何度も繰り返すねあなたの生きる糧になるその食事を美味しくいただけないならねそこを趣味の段階で犠牲にするならサーモンとか牛肉を買うお金もないならライフスタイルとしてのフィットネスとは矛盾してると思うんですよ。 減量中のね本気の減量中の方に僕が口出すことはありませんよみんな覚悟を決めてるんだからねもうそれこそマクロの世界なんだから何度も言うけど筋肉を増やしたい期間に何年も何年もあるこの期間に毎食おいしく食べる努力をしてみましょうってことやっぱりトップ選手たちを見て影響されちゃうじゃないですかしかも憧れちゃうよねでそれをやってみた人も多いはずそんな食事ないようきついですよねこれただこれは皆さんねほとんどの皆さんは今日からできることなんです できるだけたくさん調べて美味しく調理してみましょうこれをいつも以上に感謝して食べてみましょう食事を通じてマインドマッスルコネクションをさらに鍛えましょうそれが一番身になる筋肉になるらしいですよあの方が言ってることなんでね僕は信じてますそれをね、うん でやっぱり覚悟を決めた人が目立つんですよ。特に SNS もメディアもね、うん。すごい体の人たちばっかりなんです、うんで。憧れるのは素晴らしいことです。目標にするのもまた素晴らしいこと。ただ、それかそれ以上に皆さんの本当の意味で豊かな人生、これを心から願っています。ではまた。